南海トラフ地震発生を想定した伊予市の総合防災訓練が11月26日伊予市中山町伊豆淵の中山小学校で行われました。3年ぶりの開催となった今年の防災訓練には中山地域の8つの自主防災会や協力機関などからおよそ200人が参加しました。避難所となった中山小学校の運動場では瓦礫からけが人を救出するジャッキアップの講習や火災の煙の疑似体験があったほか、電気自動車を避難生活で活用する方法の紹介、反射板作成などのブースが設けられました。体育館では消防職員らの指導のもと、応急手当や担架作り、聴覚障害者とのコミュニケーションに役立つ手話などを学びました。このうち愛媛 CATV と愛媛大学のブースでは斜面計測システムのデモンストレーションを行い、スマートフォンやテレビスティックを通して即座に情報が表示される様子が紹介されたほか、 VR ソフトを使って地震後の避難行動をイメージできるコーナーが設けられていました。またペット同行避難についての講演もあり、防災士でドッグトレーナーのお笑いタレント松本秀樹さんがペットフードの備蓄や犬や猫へのマイクロチップの装着、しつけなどを通した備えの大切さを話しました。